皆さんこんにちは、サマーロケットの桃宮くるみです。今日は私の18年間の人生を表にまとめてきたので紹介したいと思います。これは人生うまくいってるかどうかの線グラフで、当時の状況が分かりやすいように図を入れました。で、この辺りはつまんないのでちょっと省略します。で、ここの15歳の時にすごい行きたい私立の女子校があったんですけど、受験に落ちてしまって、地元のすごいつまんないっていう高校で有名のなんか刑務所みたいな高校生活を送ってました。で、受験に落ちたショックで部活もアルバイトもしないで家でお母さんのすねかじって生きてたんですけど、今私サマーロケットっていう、いかにもアウトドアそうなアイドルグループに所属してるんですけど、夏休みは 2,3 回ぐらいしか外に出たことなくて、ママにサマーロケットっていうアイドル買ったんだって言ったら、ちょっと大丈夫なのってすごい心配されたんですけど、それで17歳のここの時にちょうどネットでサマーロケットのオーディションを見つけて、先真っ暗なのでアイドル活動だけは頑張りたいですって言ったら合格しましたはい、それで18歳の時に大学受験にまた落ちてしまってアイドル活動しかやることなくなっちゃったんですけど、私本当にファンの人がすごいつかなくてもうこれしかやることないのにどうしようってなった時にミス ID のオーディションのツイートが回ってきたので、ちょっとこれでバズるかなと思って応募しましたはい、それでこんな感じの人生でもう本当やることなくなって今死んでるんですけど、ミス ID でまた第二の人生を頑張りたいですはい、それで最後にもう少し動いてる私を見てほしいので一曲踊ります。以上、桃宮くるみでした。ありがとうございました。1歳の落ちたところは、目の前で両親に離婚されて、すごいトラウマなんです。覚えてるんです、小さい頃も。それは結構な夫婦喧嘩をしてるね。すごいなんか玄関ですごい喧嘩してて、なんか止めに行ったんですけど、なんかダメで、ちょっとパパ出てっちゃいました